1枚やって2枚やったらでかいでかいでかい。ナイス。他はもう押し上げよう押し上げよう。もうガンガン前行こう。おお、バレてないんか。そう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 、最長射程をとにかく落としていく。で、ラッキーの場所が分かんない、そこだ。ノックチャンネル。はい、どうも皆さん、こんにちは、ノックです。今回ですね、ガチヤグラの方をやっていきたいと思います。ただ1380です。頑張りましょう。いやね、このね、ステージや、青スパね、あんまりね、強みが分かってないんでね、それについてちょっと考えつつ、やっていこうかなと思います。やっぱ第一関門が、あのね、すごく長いというか、一番長いステージなんじゃないかな、このステージね。っていう感じで、すごくね、難しい、立ち回りが。デスしちゃうと、復帰もね、ちょっと大変なんで、このステージ。なかなか手を出せずに、相手に関門を許してしまうなんてことがね、あったりするんですよね。なんで、それを防ぎつつ、というか、どういう対策すればいいかな、みたいなのをね、考えつつやっていきます。さあ、まず、ヤグラ乗ろう。もうとりあえず、ヤグラ乗る回数多い方がね、関門突破できる可能性は高いと思ってるんで、とりあえず乗る。けど、無理はしない。今二人やから、下がった方がいいよね。ラス1になっちゃった。まずい。いや、あんま顔出さん方がいいな。これミスった。ノバにやられそう。あ、いた。まあ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 、頑張ってる。いや、こっから切るとでかい。ナイス。チャージャーとかラピとか落としたらマジででかい。ナイス。で、やっぱ前線をそこそこ上げないといけないとは思うんですが、なんか後ろにおんのかな。ちょっと見てもらおうわ、ローラーの人に。前詰めないと、やっぱ第一関門ね、ちょっとね、前めに、気持ち前めに押しておかないと、なんか、ヤグラあたりが最前線になってたら多分絶対突破できんと思うから、塗りのサポートしてあげて、味方が爆発した場合、自分が乗ってあげるように、こ、最後の最後は、まあ、関門ね、優先でいいと思うけど、それまではね、やっぱりちょっと、前線引き上げ、押し上げるみたいなね、動き入れとかないと、ちょっと苦しいかなとは思ったりします。やばい。3時までいった。これはでかい。このステージ、まず第一超えたっていうところがね、もうでかいんですよね。もう圧倒的アドバンテージ。前線がね、結構ね、前やったからね。割と突破しやすかったな、今回は。でも関門で粘られる動きしちゃうと、その関門でね、抑えられるみたいなのが繰り返されると、ね、こっちな、じわじわ不利になって負けちゃうみたいなね、ことがあるんですよね。いくら試行回数多くても。他のステージはね、もうちょっと、第一関門短いんですよね。なんで、ゴリ押しが効きやすいんですよね。ナイス。ここは行こう。オールダウン取ったんで、もうここでスペシャル貯めて、迎え撃ちたい。そしたら、まあ、第二もね、超えれるんじゃないかなと、思ってるんですけど。ちょっとチャージャーが怖いな。味方一枚やられちゃったんで、まあ、ポイズン置いて下がっとくか、ちょっと。回り込みたいな。1枚やって2枚やったらでかいでかいでかい。ナイス。他はもう押し上げよう押し上げよう。もうガンガン前行こう。おお、バレてないんか。そう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 、最長射程をとにかく落としていく。で、ラピの場所が分かんない、そこだ。オッケーオッケー、ポイズンでカバーしつつ、もう一回登っていくと。やべ。どう来る？よしよしよし。あとは、ノバだけ。頑張れ。ナイス。で、これ勝ちでしょう。やっぱりね、こういう関門突破が難しいステージって、それ、相応の、やっぱり前線がね、上がってないと難しいなっていう風には感じましたね。あんまりゴリ押しが効かないんで、みんなで乗り換えながら関門を突破しようみたいなのよりかは、何人か前出てるから関門突破しようみたいなね。ちょっと後ろめの、に、矢倉を後ろめにしないと突破できないっていうような感じはしますね。
さあ、もう一戦やっていきましょう。立ち上パーキングのガチ上がりです。パワー2430とちょっと高くなりましたね。編成ちょっと短め。相手長いか。チャージャーが大暴れするとかなりきついな。こっちアーマーもないんで。かなり編成としては苦しいんですが。まあ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 、さっきね、ちょっと学んだことを活かしていって頑張りましょう。初動いつもここ行っちゃうんですけどね、やっぱチャージャーに当たらない場所にね、行きたいんで、自然とあそこになっちゃうんですけど、言うてガロンとかに押されそうやんな。せっかくチャージャー倒したから行きたいなと思ったんですが、復帰されちゃったな。ナイス。レールの1枚。チャージャーが1枚と。ナイス。今乗りたいな。危な。ちょ、きついときは味方に飛ぼう。飛んで一旦無敵時間作ってもう一回乗りつくと。キー取れたらでかい。ナイス。やられてるか。危な。これは第一突破できるわ。これはナイスすぎる。そう、味方がね、だいぶ前引き上げてくれてるんで。そうなんですよね。こうやって安全に突破できてしまうと。ちょっと遅れて雨投げるって感じでいいかな。ちょっとじゃあ自分も参ります。ポイズンで抑えたいんで。オッケー、1枚やって。さあ、どっから来る？もう上登るでもいいけどね、全然。チャージャーがかなり上にいるんで、降りてきた。ミスター。ミスター。あらー、最悪のミスやな。しかも連発してるしな、ミスを。1回とかで収まったらよかったのにさ、何回もやるっていう。まあ、とりあえずチャージャーだけ落としといた。やっぱ最長射程落としたらね、その射程不利をだいぶ減らせることができるんで、あまりね、圧を感じなくなるんで、割とトントンで戦えるんじゃないかなと思います。あいたー。大体分かってたけど、相手の方が先撃ってきたな。さあ、ちょっと右高から守っていきたいところ。かなり押されてるんで、ここ手前の相手をキルしないと、多分、このまま押されちゃうな。さあ、ポイズンとナイス玉で一気にこっちが進めていく。で、次はこっちの敵陣に入ることで相手の前線を下げていきたい。そこにいるだけで圧がかかってるから。ダメだ。いやけど雨で、お気味上げ。そう、乗りづらいからね。そう、一応櫓が通りそうな場所にね、デスする直前に雨を吐くっていうのはね、やってますね、たまに。で、スペゲンもあるんで、そこまで焦る必要はなかったかもしれないですけど、ほとんどの、スペゲン積んでない時があったんで、それの癖でちょっとこういうことをやったりしてますね。で、第一ちょっとね、突破されちゃったんですけど、無理に突っ込んでやられるような予感がしたんで、あんまり無理してやめました。いや、怖え。チャージャーが怖い。やっぱ射程の圧は やばいな。ナイス、あやち。さあ、もうそろそろチャージャーとかに圧かけていかないと。味方やられた。どうなってるか全然わからへん。危な。あんまり味方と位置近すぎてもな、良くないよな。そう、一緒にバレちゃうんでね、位置が。さあ、とりあえずハイパープレッシャーも減ってるんで、それだけやっといて、あとは雨投げとくと。最悪、雨さえ投げとけば、割とその後退場しちゃっても、こう、デスしちゃっても、足引っ張ってるんで、カバーできてるんですよね。こう、アシスト取れたみたいに。割とね、自分が全く働いてない時間を減らせるっていうのは、でかいね。やばい。やばい、上からバブルか。ちょっと危険。ナイスいる。危な。ナイス。さあ、かなりチャージャーに圧かけていくんで、前線を下げてる。ナイス、落ちてた。落下してた。チャージャーも固まった。チャージャーキルしないと、ちょっともう危ないけど。うわー、カバーされちゃった。ちょっとエイム悪かったな。
さあ、ラスト1回守れたら勝ち。で、味方がね、結構手前頑張ってるんで、全然いけると思うんですけど、このままデス重なっちゃうと、てか、結構味方、矢倉の前で構えれてないんで、まずい。危な。かなりギリギリでしたね。ちょっと最後デスしちゃったのが想定外というか、1キル、2キル取れたかなと思ったんですけど、ちょっとエイム悪くて失敗しちゃいましたね。やっぱりこのステージは前にちゃんとキル取ってから矢倉を進めるみたいな感じで、矢倉にちょっと余裕を持たせないで難しいステージかなと思いました。というわけでね、いかがだったでしょうか。よければね、チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。